岩尾のウクレレ散歩。島の地魚井上さん入ってみましょう。江ノ島の地魚定食。はい、ありがとうございます。キンメのヒラメムツにカレーですね。これで、キンメヒラメムツにカレー、はい、ありがとうございます。駅まで何分ぐらいかかりました？歩いたら12、3分ですね。あ、そんなもんですか？はい、小田急の江ノ島に行くんですね。その先、4、5分江ノ電の江ノ島駅です。ちょっと4、5分かかるかな、多めにね。アクセスはそんなに悪くないですね。あ、それいいこと聞いた。はい、なんか洞窟みたいなのあるって聞いたんですか？そうそう、あれは一番大きい灯台の前を通って、そこまでも行って、うん、一番最後。ただね、200ランダーの階段を降りて、帰るにはまたもう登ってくれた。じゃあ相模湾1なんですか、今のところ。そうです。 1.9 っていうのが、はい、へー。2が三浦って言ってましたね。あの現物は見てないですけど、1キロ800上がったって言ってました。へー。2003年9月11日。これは食べるんでしょ、中は。そうです。食べた後ですよね、これね。白星屋さんが。あ、白星屋さんってあるんだ。あ、白星は1月3月が禁漁なんだ。そうです。白星は3月の20日ぐらいに試し取りをするんじゃないですかね。生もね、最初は珍しくて食べるけど、だんだん釜揚げが一番美味しいよって思っちゃう。なんかブームを起こすようなあれじゃないですよね。ねえ、僕、ね、はあまり食べないで。
江ノ島におります。山頂のようなところからちょっと下ったところに廃墟みたいなものがあるんですけど、これ見て、これはどうやって建てたんだろう。ここにコンクリートだよね。これ明らかに廃墟なんですけど、これそっちから見たらどうなってんのかな、これ見えないけど、これ怖いよね。どうやって建てたのかな、これ。これは怖いです。うわー、岩尾のウクレレ散歩。またここは渋いよね。この突端に立っている食堂、渋いです。サザエつぼ焼きやキハマグリね、いいねですね。江ノ島のカフェにやってきました。ここは見晴らしがいいね。はい、こんな感じ。ここは最高だね。ありがとう。アイスティーの方はダメショップ。はい、あと、あ、ケーキお願いしていいですか。はい、パンナコッタだっけ。パンナコッタ一つ。はい、パンナコッタの方はソースがグラッドオレンジかメイプルのソースでいきます。どちらですか。グラッドオレンジかな。ね、はい、はい、以上でよろしいですか。はい、お願いします。さて、パンナコッタが、来ましたね。岩尾のウクレレ散歩。こんにちは。おい、トラ猫。おい。岩尾のウクレレ散歩。岩尾の健康ご飯。はい、今日の夕ご飯です。まずサバですね。これは近所の魚屋さん、昔ながらの魚屋さんで、そこで天日干ししたもの。どこのサバかはわからないけれども。スーパーのものはね、工場で乾燥機で干すものが多いということで、天日干しですね。で、これは、茅ヶ崎さん、地元茅ヶ崎さんのほうれん草とごまの和え物。これ多分無農薬ですね。で、このカボスは藤沢の、友人にいただいた、いや、ゆずですね。藤沢のゆずです。まあ家で採れたものなのでもちろん無添加、無農薬でしょう。で、大根おろし。で、きんぴら。僕はきんぴらが好きなんですね、実はね。これはごぼうのきんぴらですね。これ青森産かな。だからなんかお野菜を買うときに必ずどこ産とかね、こう気にすると。なんかこう、そのお野菜のストーリーがわかるというかね。で、これはかぶと人参の、これぬか漬けですね。まあ、自家製です。で、梅干し。これはうちの奥さんの実家、愛知県のお母さんが自宅で漬けた梅干し。で、青さのお味噌汁。この青さは今日江ノ島で買った三重県の青さ。これがポイントですね。江ノ島で買った。三重県でした。で、味噌は、これも無添加長期熟成味噌。で、ご飯が玄米に雑穀を混ぜたもので、これが僕の針の先生の小田原のね、
針の先生がいるんですけど、もうずっと30年以上玄米を食べている先生から教えてもらった醤油と煮干しとお酢だけですよね。で作っただし汁を入れてちょっと香りをつけてます。そしてこれがまあお茶、これ玄米をいった、まあ、通称玄米コーヒーと言われているものですけど、番茶みたいなもの。こんな感じでいつも和食中心で家にいるときはねいただいております。で毎回ご飯は2膳いただきます。だから家にいるときは 2×3 で6膳いただきますけども、全く太りませんね。まずご飯は、あのご飯を少しで、あの おかずをたくさんというね、そういう考え方がありますけども、おかずをたくさん取るということはどうしても油脂、油ですね、油、塩、砂糖、調味料、場合によっては添加物をたくさん取ってしまうことになるので、ご飯はそれがありません。でご飯をたくさん食べていれば、日本人はね、少しの野菜とお味噌とご飯、できれば玄米だけで十分生きていけるんですね、健康で。ということで岩尾の健康ご飯でした。岩尾のウクレレ散歩。岩尾のウクレレ体操。このコーナーではちょっとした時間に簡単にできてストレッチして、ウクレレを弾く前にちょっとしたストレッチ、そしてウクレレ弾かなくても日常生活の中でストレッチをして、脳の活性化、その他もろもろ役立てていただける体操を紹介いたします。それでは今日はこの辺のストレッチ、胸を広げて姿勢を良くして、空気をたくさん吸い込む、そして活性化、そんなイメージの体操を紹介します。それでは両手をこのように、同じかな、ちょっと鏡がないので分かりませんけど、こんな感じで開きます。そしてこの段階でこうやってなるべくこう首が前というか、耳の後ろにこう手が来るようなイメージですね。そしてここはゆっくりと天井へ向かって腕を上げていきます。いきます。3、はい。伸ばします。ぐーっと伸ばします。10秒ぐらい。息を整えて、こんな風に耳の後ろに来るようにこんな感じで。いいですか、まっすぐ。で、3、はいで、ストンと下ろします。3、はい、ストン。まず1回。3セットやりますよ。もう一度手をこうやって広げます。胸をぐーっと広げて、はい。そしてゆっくり腕を天井に向かって上げます。今電車でスマホでご覧になっている方はそのままつり革を掴んでもいいですね。はい、ぐーっと伸ばして首の後ろ。なかなか日常生活でね、それこそ釣り革をつかまるとか以外でこうやって腕を伸ばすことはないですから、はい、気持ちいい。こんな風に伸ばしてもいいですね。で、せーのでストンと落とします。せーの、ストン。はい、だいぶ伸びたと思います。それでは仕上げにもう一度いきます。まあ、手のひらは別に前じゃなくてもいいと思うんですけど、まあ、なんとなくこうやってですね、はい、そのまま腕を上に上げます。お気持ちいい、お気持ちいい。ぴったりつけて、次つま先立っちゃうんだこうやるとね。はい、で10秒ぐらい伸ばしましょう。あ、気持ちいい、気持ちいい。なんか僕は左が痛いね、左の肩が、左の方が。で、3、はい、で、ストンと腕を落とします。3、はい、ストン。ふぅ、気持ちいい。はい、これだけでも随分こう、スッキリしますよね。血行が良くなって、ワクワクしてきます。岩尾のウクレレ体操。次回をお楽しみに。岩尾のウクレレ散歩。どうも、こんにちは。今、美容室のカットを待ってるんですけど、ここは茅ヶ崎でたった一人でやっている美容室なので、今日はかみさんとおみそか、髪を切りに来ています。でウクレレ持ってきたのでちょっと曲を作ってみましょう。昨日友達が
うちに来てちょっとギターとウクレレで遊んでたらなんとなくメロディーが浮かんだんで、それをもとにこんな感じのサビが、タタ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 タみたいなのができたので、これをちょっと膨らませてみましょう。まずサビ、このラララレ、 B フラットメジャー7でラララレラ。曲を作るときはこんな風にちょっと一瞬何か浮かぶとそこを膨らましていきます。ラララララララ。次はじゃあソーラーって言ってみましょうか。なんかそれっぽいですね、リズムが。クチックチッタッチ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 ッみたいな感じで、こんな感じです。うん、なんかなんとなくできました。これを膨らましてサビを作っちゃいます。まず頭の中で曲を作るときはメロディーもあるけど、僕の場合まずビート、トゥトゥクチタチチタタチドンチドンチチタみたいに、こんなビート、こんな風なリズムを最初にイメージします。そこにリズムに対してメロディーを乗せていくって感じですね。次に、ラソファソに戻るときにちょっと軽感音を入れたいので、ちょっと、ブラコンみたいな、R&B 的なコードを入れてみましょう。 B フラットメジャー7に行くためので、これは B7 の B7 フラット5かな、これを挟むとこんな感じになります。B♭7 のフラット5。じゃあ A メロ先にイントロを考えてしまいましょう。イントロ、例えば、今は F に対して、B♭系、つまりヨドから、トニック4141という流れですね。コードの度数からいくと B♭系 F 系だから、それで例えば、G♭7 から F メジャー7でちょっとやってみましょう。こんな感じかな。チョインイラってちょっとこれも、ブラックフィーリングを入れて、これにちょっとボディヒットを入れてみましょう。こんな感じ。でこれでちょっと途中に E フラットメジャー7に2度下がって、最後 C のサスフォーに行きましょう。じゃあイントロこんな感じで、だいたいイントロは4か8、4、8、16って考えるので、音楽のサイズは、音楽というかポップスはだいたい8小節の基本かな、だから4、8、6とはいけません。4、8で12もあるけど、ブルースだと4、8、16っていうふうに考えます。4の倍数でいきます。じゃあ8でやってみましょう。1、2、3、4、5、6で7を8 A メロ、こんな感じかな。
で8小節できました。で8小節2回繰り返して、最後ってことは16小節目のお尻でトニックに解決すれば A メロは出来上がりです。こんな感じです。もう一回じゃあ A メロ丸々、じゃあ今が最初の8で次の8をやってみましょう。サビに行っちゃいましょう。はい、これで8ができたから、これだって1曲、ワンコーラスできたかな。じゃあイントロからやってみましょう。まずイントロ、ワン、ツー、イントロ、はい。市販のウクレレに10項目にわたるカスタマイズを施し、驚異の弾きやすさとサウンドを実現した岩尾チューンズウクレレ、オーシャンビューウェブショップにて絶賛発売中。岩尾のウクレレ散歩。2年前、はい、サラリーマン生活を卒業しまして。あ、まだ2年なんですか。はい、で、まあ、昨年はほぼ10月までは失業保険生活をして、で11月から起業してます。でそれは、まあ、ある意味大きな変化ではあるんですけど、はい、やっぱりチャンスなんですよね、その変わるタイミング、でやっぱりそのタイミングが早くても、はい、遅くてもやっぱりうまくいかないですね。で、まあ、私自身波乗りではないんですけど、表現として、まあ、我々はその時空サーファーっていうね、感覚で時空サーファー、はい、を捉えてます。で時間と空間を乗っているっていう、そこにいるのが自分である。でだから波乗りで例えると、要は波が来てそのテイクオフするのが早くても、遅くても、うまくいかないですね。だからその自分がそのシフトするときが早くても遅くてもやっぱりうまくいかないですね。で常にそのベストなときで実はみんなシフトしてるんですね。でただそのシフトするときにはどうしてもその自分の意識が反映されますので、そこにこうワクワクして期待に胸膨らましているともうスムーズにいくんですけど、その今までがこううまくいってて、それを手放したくない時っていうのはどうしてもこう次に行くことに対して躊躇してしまうんですね。でやっぱりこうシフトする時は今までのものを一回手放して、で次のものを取りに行かなきゃいけないんですけど、で多くの人の場合はもうこのように両手に物を持ったまま、はい、次のものを取りたいんですね。だけどこれ手放さないと次のものを取れないんですよ。ですよね。はい、でそのためにはこう手放すということをしていく。で実はこれ皆さん必ずしてるんです、ね。例えば幼稚園、小学校、中学校、高校、そんなと大学と、で卒業し新しいところに入学し、はい、で友達もその都度こう入れ替わってるんです。よく卒業式の時にワンワン泣くと、まあ、それは今までのノスタルジーでこう泣きますけど、で、まあ、確かにその今までのような友達関係はなくなるんですけど、また次に新しい友達がいるんですね。でそこに行くと最初は確かにギクシャクするんですけど、やっぱりそっちの新しい方が楽しくなる。だからやっぱりその例えば高校に行ったのに
いつまでも中学校時代の友達と遊ぶ、うん、なかなかないと思うんですね、うんうん、やっぱり皆さんそのシフトしてる、うんうん、同窓会的に会うことはあって懐かしいねっていうことはあってもやっぱり常にみんなその進化してる先に常にその今いるので、うんうん、ですんであのみんなそれを経験してきてるので、うん、何も恐れることなく、うん、変わることをこう選んでいく、うんうん、ただそれを例えばその飛び級したりとか、うん、留年したりとかやっぱそれはあのストレスになっちゃうんですね、うん、岩尾のウクレレ散歩。岩尾のウクレレ千本の。今日はウクレレの基本、ストローク。ストロークの基本、いきましょう。簡単です。コードは何でもいいです。今日は G6 というコードにしましょう。これはフェイマスの IFS、0P。フェイマスの FS0P を、岩尾チューンというカスタマイズを施したスペシャルモードですね。IFS0P。これでいきます。まず、右手は固定します。これがストローク。最近ではストラミングとも言いますけど、ストロークのコツ、右手は固定、そして、上下にウクレレを揺らします。こんな感じです。右手は固定して左手でウクレレの全体を動かす。はい、これがウクレレのストラミングの基本ですね。はい、お分かりいただけましたか。それでは三連ストラミング、三連符を弾くストラミングですね。これを解説しましょう。これも右手は固定です。人差し指をこうやって固定してます。動かしてはいけません、決して。そして左手で全体でウクレレをこう揺らして三連符を出します。こんな感じです。できてないね、もう一回。はい、いかがだったでしょうか。これが三連ストラミングの基本でございます。どんなストラミングもウクレレの場合は、右手は動かしません。固定で、左手でウクレレ、楽器が軽いですから、こうやって動かす。はい、これがウクレレのストローク、ストラミングの基本でございました。皆さんもぜひ、一曲弾いたらもうクタクタになります。くれぐれも手首の腱鞘炎に気づけてください。ね。それでは、お送りしましたウクレレ専門ロック。ぜひ、こんなことを取り上げてほしい。岩尾にこんな専門ロック受けてみたい。そんな方は、番組こちらまでどうぞメールをどんどんお送りください。お待ちしてます。それでは、次回専門録お楽しみに。岩尾のウクレレ専門の。岩尾のウクレレ散歩。希望のドアをノックしよう。昨日も間違った、今日も間違った、明日も間違うだろう。どうして間違うか。きっと間違わないと見えない景色があるからだろう。失敗するんだよね、日々ね。ちょっとしたことでね。まあ、例えば、まあ、車運転しててもさ、こっち行った方がいいかなと思うと遠回りだったり、例えばね、まあ、今はそういうことあんまりないですけどね、あの電車も、いろんなカードがあって、例えば、ね、あの券売機に並んでこっちの方が空いてるかなと思ったら、隣の券売機がね、あの1人で4枚買う人だったりして、ザーッといなくなってそっちが先だったりさ、あとつまんないことでいくとね、スーパーのレジなんかもそうだよね。
こっちが空いてるかななんて並ぶとさ、意外にそっちの方がね、隣が早く行ったりとか、まあそういうつまらないことはさておき、まあ生きてるとね、ある意味こう選択の日々なわけですよ。毎日ね、まあ服を洗う選択じゃなくてチョイスですね。どっちにしようかなって言って選んで、結果的にそれが正しかったのかどうなのかなんていうことで悩みながら生きていくわけですけど、まあ経験上ね、すごくうまくいった時っていうのは意外にこう学びが少ないというか、圧倒的に失敗した時の方が学ぶんだよね。何が悪かったのかとか、どうしたらうまくいくのかっていうふうに学ぶわけです。でうまくいった時っていうのは浮かれてるだけで、やりーみたいな感じで、意外と学びっていうのは少ないというか、なんかほとんどないような気がするね。で人のさ、成功談よりもうまくいったって話よりも、こうやって失敗したんだよね、今度はこうやろうと思うんだって話の方がもう100倍ためになるし、大体ね、成功哲学みたいな、まあ大体俺の場合成功って言葉自体が好きじゃないんですけど、なんかうさんくさい気がして、ね、成功体験談とかね、そういう成功法則の本を読んで成功した話なんてまあ聞いたことないよね。ということで、間違って初めて見えてくる、まあ、景色というか、そういうのがやっぱあるよね、確実に。でそのために間違ったんだって、まあ、こじつけみたいだけど、それでも日々失敗して何度やっても失敗するのはきっとそういうことなんだよね。まあ、そう考えていくと全て結果オーライみたいになっちゃうんですけど、まあ間違って学ぶと、でいくつになってもそれまでの経験を生かしてこれから生きていく、それを生かして生きていくってことじゃスタートラインですね。岩尾のウクレレ散歩。岩尾のウクレレ散歩第3回目、楽しんでいただけましたか。岩尾のウクレレ体操新コーナーですけれども、これからもいろんな楽しいコーナーを増やしていきたいと思います。ぜひこんなコーナーを作ってほしいとか、そして番組に岩尾に来てほしい、こういうところで収録してほしい、あとライブやってほしいとかね、どんなご要望でも構いません。最後に表示される、オーシャンビューのホームページお問い合わせフォームからお願いします。 Facebook の私山口岩尾の個人ページからのメッセージでも構いません。どしどしお寄せください。それじゃあ次回は2月24日4回目ですね、になります。それじゃあ、次回お楽しみに。ウクレレアーティストの岩尾でした。それじゃあまた元気でバイバイ。ウクレレをブルースマンってまだいないみたいな、ウクレレ演歌